モンケは、モンゴル帝国の第四代皇帝。漢字表記は、モウタ、モウカ皇帝で、ペルシア語表記では、または。元から贈られた秒号は剣奏、贈り名は、監縮皇帝。モンケという名は、中世モンゴル語で永遠を意味する。チンギスカンの四男トルイとその聖妃ソルコクタにべきの、長男、子に、シリニがいる。若い頃から資質に優れ、 父のトルイと共に、金の名称であるワンン、ワイアンチンゴ賞を三宝三の戦いで破って、大勝を収めた。1232年、父の死によりトルイ家の当主となる。1235年、第二代モンゴル皇帝、オホデーの下で、カラコルムのクリル隊において諸国への遠征計画が、発議された。その一つとして、ジョチ家の当主バトゥを総司令として、 ヨーロッパ遠征が決議され、チンギスカンカの各王家から次期投手クラスの王族たちを選抜して、これに従軍させることとなった。モン家もトルイケ投手としてイボテイのボチェクと共に従軍した。1236年に遠征が開始され、モン家は遠征軍の総司令官となったバトゥに従って、まずボルガブルガール地方に侵入して、 首都ブルガールを諸将筆頭のスベーデーと共に征服し、ついで翌1237年には、ボチェクと共に、キプチャク諸部族の主張、バチュマンを追い詰めて捕殺する武功を挙げた。1238年には、カフカス方面に下って、オゴデウケのムツオカダーンオグルと共に、アラン人たちの諸城の制圧に努め、また、ルーシ諸国征服においては、キエフ攻略で先行を挙げた。 現必筆などによると、この遠征中の遠跡で、オホデーの長男、グリュクとチャガ大家の王子ブリが、総司令であるバトゥと居酒屋メンバーしたといい、バトゥからこの報告を受けたオホデーは激怒してグリュクらを厳罰に、処すため、モンゴル本土へ召喚するよう命じたと伝えられる。終始によると、ブリは遠征軍に留め置かれたようだが、グユクは百三十九年の秋には軍を離れて、 モンゴル本土への帰還の途に着いたといい、モンケもこれに随伴したようで、遠征軍はそのまま精神して、ハンガリー王国、ポーランド王国への遠征を続行し、くゆく、モンケ両人は、翌年には、モンゴル高原に到着したという。しかし、この時すでにオモデーは死去していた。もともと、祖父チンギスカンの死後は、バシ相続に従ってトルイが、モンゴル皇帝になるはずであったが、 トルイが孤児したため、その息子である門家を新たなカーンとして擁立する約束があった。収士などによると、オゴデイは、生前1236年に南宋遠征中沈没した着室の三南口の維持、シレムンをオゴデイ家の後継者として決めていたという。そのため、次期皇帝はこのシレムンか、トルイ家の長男である門家を望んでいたと伝えられ。 ソルコクタニベキやモンケなど、トルイケの側にその胸内々に約束していたという。それらの約束もあり、さらに自由権備の名称であったことから、周囲からもオホデーの後を継ぐ皇帝に臨まれた。玉座のモンケ、世界征服者の歴史より1241年、オホデーが死去したため、本来ならば、シレムンカモンケが後を継ぐはずであったが、オホデーの皇后であったドレゲネの政治工作で、 こデーとドレゲネの間に生まれた長男のグユクが後を継ぐこととなってしまった。ヨーロッパ遠征での総司令であった上知家の当主バトは遠征中の対立もあってドレゲネの工作とグユクの即位に反発し、摂政となったドレゲネからの再三のクリル大将衆にもかかわらず、病気療養を理由に出席を拒み続けた。門家もこれに不満を持つがドレゲネ生存中は私服し、 バトゥと手を結んだ。しかし、それから約5年もの間、モンゴル帝国は、カーンの空位という状態を招くことになり、帝国各地、特に辺境部では、中流軍の老石や現地責任者が、直霊の偽造や、軍令の乱発を繰り返すなど、混乱に陥っていた。この事態を重く見たトルイ家のソルコクタニべきは、ドレゲネの要求に応じ、1246年春に、 クリル隊開催を帝国全土に呼びかけた。バトモ自らの出席は、病気を理由に拒んだものの、長兄オルダヤジテベルケなど、ジョチ家の有力王族たちをモンゴル本土へ派遣し、テムゲオッチギンラ東方三オーケやオゴデー、チャガタイ、トルイケの王族諸将に加え、帝国各地の基準諸政権の代表たちも列席して、同年8月のクリル隊でグユクが、第三大皇帝に即位した。 ドレゲネは、グユクを見届けると、その2ヶ月後には病死した。グユクは、保護大、茶が大両家での自制力の支持基盤を固めようと、強引に投資くらいの開廃を行い、さらに老いの締め文も遠ざけた。特に千年から反目していた女子家のバトとの対立が決定的となり、あわや内戦になりかけたが、即位2年後の1248年にグユクも病死した。 バトゥは、オゴデイ家とチャガタイ家から政権を奪い、帝国で最大の勢力を誇るジョチ家とトルイ家が、共同して、帝国の国政再建を計画し、ソルコクタニベキと連携した。グユクの没した後、その後後オグルガイミシュが、摂政となったが、バトゥは、ソルコクタニベキやモンケ、クビライなど、トルイ家の王族たちや有力諸将たちと共に独自に、集会を開き、 オグルがいみはじめオゴデイケ政権の拒絶を表明した。次に、ジョチケとトルイケが主催するクリル隊を強行し、全会一致で、モンケを次期モンゴル皇帝に指名した。オグルがいみ側は、後継候補として、グユクの息子法者オグルを望んでおり、他のオゴデイケや茶型イケの王族たちなどは、シレムンをしていた。しかしいずれも幼少であり、バトラがオスモンケに比べ、 モンゴル皇族や、諸将の多くの支持は得られないでいた。オグルガイミシュは、バトラの行動を非難したが、逆に当時オノンガは、ケルレン川の川原地域にあった、チンギスカンのオルドで開催する2回目のクリル隊への参加を進められた。愚翼によって、チャガタイ家の当主になったイエスモン家も、バトゥを非難したが、バトゥは広大な帝国の統治を年少者に委ねることは、 不可能であると書簡で論爆し、重ねてクリル隊への出席を求めた。こうして、バトゥ側とオグルガイミシュなど、それに対抗する諸勢力は、帝国各地で支持者の獲得に奔走して、さらに2年を費やしたが、これ以上の地帯がもたらす帝国の混乱を懸念した、バトゥはトルイケと東方産オーケとも協議してオグルガイミシュがアトイエス、モンケに最後の説得を行った。 ついに体制が不利と判断した後継候補のシレムント・ホージャオグルラ自身が出席を表明したものの彼らは約束の日時には指定の場所に姿を現さなかった。ここに至り、門家をおすわてをはじめとする女子家、トルイ家、東方三王家はクリル隊を開催し、1251年7月1日、かねて指定されていたチンギス間のの大オルドのあったコデエ・アラルの地の クリル隊において、モンケは、全開一致をもって、モンゴル帝国の第四大皇帝として即位した。この時、後々の害になるとして、先定グユクの皇后として、因然たる、影響力を持っていたオグルカエミシュ、さらには、シレムン、イエスモンケなど、オゴデイケやチャガタイケの反対派を処刑、粛清するという冷酷さを見せた。その後は、 皇帝としての地位と支配力を固めるべく、河北やトルキスタンなどに行政府を設置するとともに、官僚のマフムードやラワチマスードベックフ氏を徴用して、財政政策に重点を置き、財政を潤わせた。さらに自帝であるクビライを、爆南間地大総督に任じて、南宋攻略を、三帝のフレグを、精製方面軍の総司令官に任じて、イラン方面を侵略させた。 1258年にはアッパース長を滅ぼしている。しかし、晩年の門家は有能な辞典、クビライの存在を恐れて、これを一時的に更迭するなどの猜疑心深い一面があった。このためもあって、南宋攻略は遅れ、これに苛立だった門家は1258年、自身の実力に頼んで軍を自ら引いて、 四川方面から南総攻略を目指し、帝国諸軍に先行、と出して進行したが、その途上、翌年7月末に、重慶を攻略した後、合衆の長魚山の軍人内で流行した悪役に、かかって1259年8月11日に死去した。死後は、歴代皇帝たちと、同じく紀連国に葬られた。この、門家の死は、首来派による、 独殺説も囁ささかれている。皇帝としては有能な人物であり、その卓越した指導力と瞬厳過断な姿勢により、オゴディー死後から分裂傾向を見せていたモンゴル帝国の引き締めに成功している。もっとも自らの軍事的才能や政治的統率力に頼みすぎて、モンゴル共同体の輪をないがしろにする独断選考が多かったこと。 そしてこれらの背景もあって、自身の即位の反対派であるチャガ体系やカダーンオーグルを除くオゴデ家に対して厳しい処置をとり、晩年には実定の首来を使いこなせなかったことが、モンケ死後のモンゴル帝国結束を揺るがす内紛につながったのである。また、モンケは、ご大きな性格で写紙を好まず、シャーマン信仰に厚い、モンゴル人である一方、学術教養にも深い理解を示した。 オゴデの時代に、モンケをはじめとする、同世代の王族たちは、ウイグル系やイラン系官僚たちから、ペルシア語文学などを、チュルク語やモンゴル語訳を通して学び、モンケ自身も数カ国語に通じていた上、修士によると、エウクレーデスの言論の問題をいくつか解いたといい、ユークリッド幾何学をはじめ東西の学術文化に、造形が深かった。読みを制定するためジャマールディーンに、 天文台を建設させたが、なお不十分と考えて、イランへ派遣した自定、フレグにイスマー・イール・ニザール派に監禁されていた、東大最高の数学者としても名高かった、ナス・イール・ティーン・トゥースイーの保護と招聘を依頼していたと伝えられる。この招聘は、モンケの死去によって実現しなかったが、ジャマール・ティーンはその後も東方に止まり、 未来の下で建設された開会式店内を任され、フレグの命令でナスイールティーン2ー,ーが監督した、マラーゲの天文台と観測データを盛んに交換して、やがて樹字歴の編さを見ることになる。モンケは、オゴダイが採用したものの、時代の具育が用いなかった、カーンという称号を再度復活させたと考えられている。モンケが発令し、 河北の昌林寺などに混流されたウイグル文字、モンゴル語による静止碑などでは、モンケ館、同時代のペルシア語、アラビア語の歴史書には、グユクや祖父のチンギス館のように、モンケハンとするものも見られる。しかし、モンケの宮廷を訪れ、フレグに故障して、イランに戻った、アタアマリク・ジュバイニーは、世界征服者史において、と書き、 ラシー・ドゥッティーンの終始でも一部としている箇所もあるが、基本的にを用いており、モンケ・カーンと呼ばれている。これらのことから、モンケも知性の途中から、カーンの称号を用い始めたのではないかと考えられる。モンケ・カーン死後に生じた、定位継承戦争において、燃焼のためカーンに立候補することのなかった、モンケのモロコは、アリクブケを支持した。アリクブケの敗北後も、 クビライ政権に不満を抱き続けていたモンケ、アリクブケ系統の将王は、カイドとの戦いに際して、シリギの乱を起こし、一時は多くのモンケ系王がカイドの勢力に投じた。クビライが亡くなり、テムルが定位につくと、モンケ系王は次々に、元朝に投降し、テムル政権もカイド勢力切り崩しのために投降者を優遇したため、モンケの公営は、モンゴリア製法。 ザブハンカワ流域でウルスを形成するようになった。しかし、天略の内乱後の数年間で、モン継承象の有力者の多くが失脚し、それ以後の経図は伝わっていない。ありがとうございます。